はい、呂布さんいかがですか。これ結構難しくて、うん、はい、その教師がいじめをしたっていう話と、うん、はい、発達障害かもしれないから検査してくれって言ったのとまた別の問題だと思うんですけど、そうですね、まあ、50代の教師って子供めちゃくちゃ見てきたらもう、はい、まあ、ある程度正直分かると思うんですよ、見たら。でそれをまあ保護者に伝えてあげるっていうのはまあ別に僕そんな悪いことじゃないのかなって、確かにおっしゃる通りです、正直思うんですけどね。ではゲストをご紹介いたします。インクルーシブ教育がご専門で教育現場での課題の解決策などを考える一般社団法人ユニバ理事でいらっしゃいます野口明奈さんです。野口さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。ありがとうございます。そしてもう一方、発達障害と診断された2人のお子さんを育てている母親のマーサさんです。マーサさんどうぞよろしくお願いいたします。こんばんは。よろしくお願いいたします。こんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、50代の教師が小学2年生の男の子に対してですね、ご覧のように、まあ、本当に言葉を知らんなとかですね、スルーしようと、まあ、無視することをね、促すような発言をしていたことが分かりまして、まあ、これはまあいじめにあたるということで市の教育委員会が謝罪しました。まあ、この先生は担任から外れたということになっているということなんですけども、野口さんまずこれどう受け止めていらっしゃいますか。はい、そうですね、どんな事情があっても言ってはいけないことを言ってしまったなというふうに思います。やっぱ先生の言動によって他の子どもたちもこの子にはとか、こういう行動をしている子にはスルーしようと言っていいんだとか、こういう接し方をしてもいいんだというふうに学んでしまうという点がやはり問題だったなというふうに思います。また、学校の先生は発達障害の診断はできないので、はい、そういう意味では何かしら支援が必要であるのであれば、まあ、そういう可能性があるのであれば、先生独断でこう、勝手にこの子は発達障害だと決めつけるのではなく、学校全体でこう検討をしていくべきだったというふうに考えています。マーサさんは、まあ、今回の件どういうふうにお感じになってますでしょうか。呂布さんがおっしゃるようにね、みんなの前で言うことっていうのはやっぱりありえないんだろうという一方で、どうでしょうか、はい、まあ、場合によってはね、先生が、まあ、みんなと一緒にやっていけないかもしれないという中で、まあ、保護者の方に、まあ、相談をするというね、はい、なかなか馴染めないところもあるんですけどとかいうような相談というのは、こうマーサさんあり得ることだと思いますか。ここはいかがですか。私の場合は先生側から発達障害の可能性があるとかそういうことは一度も言われたことがなくて、うん、はい、息子が学校行きしぶる、登校しぶりするようになって、うん、で情緒面がどんどん落ちていってしまって、まあ、死にたいっていうことを小学校1年で言って、はい、夜にものすごく泣いて、もう尋常じゃなかったので、うん、その様子を見て私は自分から児童精神科に子供を連れて行って、でこれまでのそこでこれまでの生育歴ですとか、うん、学校でどんな様子なのかとか、私の分かる範囲で、あと家でどんな様子で生活してるかとかも、うん、詳しくお伝えした後で、その児童精神科の先生がじゃあ発達検査をしてみましょうっていう風な流れで、で発達障害が自閉症スペクトラムなんですけれども、はい、判明しました。なぜ学校に行かなくなったのかというのはどういうお話をマサさんされたんですか。はい、学校に行けなくなったのが、うん、はい、まあ、いろいろ多分あるとは思うんですけれども、大きかったのが1年に入学してからの、いじめですね。いじめが今低年齢化してるって言われてるんですけれども、うん、小学校1年で教室内でも、うん、男の子同士でちょっとなんていうかジャイアンみたいな存在の子がいて、うん、誰にでも強く言う子がいて、で息子はちょっと傷つきやすいタイプで、あとヘルプを出せない、うん、先生に誰々君にこういうこと言われちゃって困ってるんだけどっていうのも言えなくて我慢してて、うん、で放課後学童に行って1年生2年生3年生が集まって親のお迎えを待ってる間も上級生からもやっぱり言われ、うん、うざいとか、はい、死ねとか、あとお腹殴られたりとか、そういうことがあって、であと先生方の対応もちょっと私としてはその時納得できる対応ではなかったんですけれども、うん、そういうことがあって子どもがどんどん追い詰められていって、
学校がもう魔王の城だって言って、厳密には法律上はこう最終的な決定者は、うん、あの教育委員会に今なってしまってるんですね、はい、なので保護者や本人の意向は最大限尊重しなければならない一方で、うん、はい、教育委員会や学校の方でこの子はこっちの方がいいというふうにこう決めつけられてしまうというケースもあのたくさんあります。宇佐美さんどうでしょうか。そうですね、まあ、個別っていうこともあるんですけど、うん、そもそもの日本の教育の制度として、うん、みんな一緒に学年上がっていくっていうのは前提 で、うん、あの海外、まあ、欧米のなんかの国と違って飛び級がなくて、みんな上がっていってある程度同質な生徒がいて、で同じ科目を履修して上がっていくっていうことで、うん、さっきチャンペがそのついていけない子っていうことは言いましたけど、うん、ペースが決まっててそれについてない、いけない人はまあ、どうしてもそのクラスの中で浮いてしまうっていう構造になっているので、そういう構造の中でまあインクルーシブっていうことをやること自体が無茶があるので、だからやっぱりそのもし日本がそういうことをするんだったら別トラックで飛び級とかそういうものを認めた教育システムというのを特例的に作っていくしかないし、もし今の制度を前提にするんだったらやっぱりどうしてもこう支援学級っていうのが原則なので、やっぱ今の制度の中だったらやっぱりこう支援インクルーシブって結構無茶がかなり無理があるので、今の支援の制度の前提だったらやっぱり分けるしかないのかなというのは思います、はい、ですから世界の潮流としてはね、その多様性を認めていこうという中において、この最初から分けてしまうみたいなことっていうのはもうその見えないようにしてるとかね、触れないようにしてると、これが及ぼす社会への影響とかね、個人にも及ぼすものっていうことをまあ指摘しているという意味で、大枠で言えばまあそうしていくべきなんだろうということなんでしょうけど、一方でね、さっきおっしゃったみたいに一クラス40人いて、いろんな子がわーっとこう自由に自由にみたいなことになってくるとね、もう本当に先生が手に負えませんよねと、実際それできるんですかっていう話になってくると思うんですよね。野口さん、ここいかがですか。そうですね、そういった思いもよくわかるんですけれども、一方であと最近日本では令和の日本型教育という中教審の答申が出まして、個別最適な学びと協同的な学びを全ての子どもにやっていこうという答申になっています、はい、うん、つまり、先ほど宇佐美さんがおっしゃったような一斉指導で教科書とノートでこう教えて、みんなで同じペースで同じ内容を学ぶというスタイルではなくって、子どもたちが自分たちで計画を立てて、うんうん、自分のペースや学び方で学べる機会を作ったり、先生がただ教えるのではなくって、まあ、子ども同士で教え合ったり学び合ったりできるような仕組みを作っていくっていうような方向性に今なってるんですね、うん、はい、なのでそういう意味では、まあ、日本の教育自体は今ちょっと変わりつつあるので、うん、それはチャンスというかインクルーシブにしていける可能性になるのではないのかなと思います。野口さんに伺いたいんですけど、やっぱり日本ってその飛び級がないので中学受験だったり高校受験ってすごく重要だと思うんですね。そういう中でやっぱりその一人一人見るよりも受験を重視してある程度カリキュラムに沿った教育をしてほしいっていう親のニーズがあると思うんですね、うん、そういうニーズとインクルーシブの教育っていうのはかなり噛み合わせが悪いと思うんですね、うん、そういう中でその親御さんの声とそのインクルーシブ教育っていうのはどういうふうに折り合いをつけていくべきだと思いますか。ありがとうございます。それはやはりこうちょっと一点お伝えしたいのは、じゃあ今のやり方が必ずその受験をする上で、すごく有効かというとそうとも限らないと思うんですね。なぜかというと特に小中でいうと基本的には習得主義ではなく履修主義、つまり、先生が教えれば子どもが学んだということになっているので、子どもがどこまで学んでいるかっていうところの確認というのはこうあまりされていないと思います、まあ、そういう意味では一人一人のペースに合わせてむしろ学んだ方が、むしろ、習得すべきことが習得できる可能性も全然あると思うんですね。それは今のやり方が、はい、そうすると飛び級制度が前提になりますよね、習得主義に移るってなると。それが今の履修主義と習得主義を並立させて両方ともできる実現するってのは無理なんじゃないですか。そうですね、そういう意味では、例えば、国によっては統一テストみたいなものを設けて、大体何年生までにここまで到達できるようにしていこうというような形で、まあ、飛び級を一定認めるだったりとか、あるいは、もう一度履修をし直すことを認めたりしている国も、あると思うので、まあ、果たして本当にそれがいいのかどうかっていうところも含めて、またですね、その受験でやってる内容自体も本当に学校教育は全てその受験のためにあるという
ことにしてしまっていいのか、教育の成果をそこだけで測ってしまっていいのかっていうところも含めて、まあ、学校教育で優先すべきことが何なのかというのは見直していく必要があるんじゃないかと思います。マーサさん、まあ、お子さんお二人いらっしゃって、はい、それぞれ、ね、得意な分野があるということで、はい、例えば長男小学6年生ということですけども、はい、数学理科とか、ね、プログラミングが得意ですよと。一方で、小学4年生の長女ですけれども、はい、立体的ゲームですね、マインクラフトですとか空間認識能力が高いと、こういうところ伸ばしていけるような形であれば本当にいいですよね、はい、うん、そうですね、本当に、うん、発達のデコボコを育てていく上 で、ね、はい、いいところを伸ばす教育をしてあげてくださいっていうのを、はい、その発達の病院の先生からも言われていて、はい、親の皆さん本当にそのできないところをすごく悩むんですよ。平均的にみんなが当たり前にできることが、うん、うちの子はこれができない、ここをなんとか上げなきゃ上げなきゃってすごい苦しんでるんですけれども、はい、私はもういろいろ悩んで悩んでいろんな本も読んだり情報収集した上で、うん、まあ、病院の先生からのアドバイスもあって2人のいいところを伸ばす教育をしていこうっていうふうにそっち側に振ったので、うん、だいぶ楽になりました、はい、その場合は聴覚過敏があって、ね、クラスに30人40人いて、うん、でざわざわしてる中で先生の声が聞き取れなかったりとか、あと他のクラスの子どもたちが外で体育やってる時の、うん、騒いでる声とかが耳に入ってきちゃって同じように聞こえちゃうので分からなく頭の中パニックになっちゃうんですよ、うん、真っ白になっちゃって、はい、なのでインクルーシブっていうのもすごく大事だと思うんですけれども、うんうん、うちは来年度から特別支援級支援学級、ね、はい、少人数のクラスを希望してまして、うん、少人数じゃないと勉強に集中ができないっていうのがあるっていうのと、はい、娘は学習障害があって今4年生ですけど、ひらがな書くのもやっと書けるかどうかで、うん、足し算も繰り上がりになっちゃうともうわけわかんなくなっちゃって、そういう意味で娘も少人数でもう個別対応してもらって娘の分かるペースで授業をしてくれる先生が、まあ、普通級にいたとしても下輩の先生支援の先生が一人つくとか、とにかく先生が増えて支援をしてくれる先生が増えてくれないと、うん、インクルーシブにするにしろ、はい、特別支援として分けるにしろ先生がもっと欲しいなって思ってます。おっしゃる通りですよね、まあ、野口さん、これインクルーシブ教育というのは、まあ、プロセスが大事ですよと、できることが一つずつというふうに訴えられていますけど、まあ、具体的にじゃあ何からやっていけばいいというふうにお考えでしょうか。そうですね、うん、今例えばすぐにできること、まあ、学校の先生とかができることとしては、まあ、先ほどお伝えしたようにすで、まあ、に多くの学校でも実践がされ始めていますが、先生が一斉指導で教えるのではなくって子どもが自分のペースで学べるような授業をスタイルに変えていくっていうことが、まあ、一つできるかなというふうに思います、うん、はい、あとはですね、先ほどマーサさんのお話にもありましたが、どうしても今の日本の教育の構造だともうみんなについていけない子だったりとかできていないところの方ばっかりに先生の目がいってしまうようなそういうふうになってしまっていると思うので、うん、できないところばかり注意していると子どももお互いにできないところばかりを指摘し合うようになりますよね、はい、そうすると学級の雰囲気も険悪になるので、できて当たり前のハードルをこう下げていただいて得意なところとか頑張っているところとか素敵なところにより目を向けていくっていうのも一つできることかなと思います。またですね、苦手なことがあるのは障害のある子どもだけではないですよね、まあ、全ての子どもが苦手なことがあるはずで、本当は例えば漢字って漢字ドリルじゃない方法で学びたかったっていう人もいると思うんですよね。なのでそういう意味ではそれぞれの子どもが自分の得意や苦手があってこういう時に助けてほしいっていうのもそれぞれあると思うので、それが言えるような学級文化や機会を作っていく、困った時はそれぞれの違いを大切にしながらこう対話をして解決をしていくっていうことをやっていけるといいのではないのかなと思います。呂布さん、最後いかがでしょうか。いや、もうそうだと思います、まあ、自分の話ばっかりなっちゃいますけど僕も勉強全然できなかったし、うん、そうやってその特別席みたいなところに座らされてたんですけど、はい、うん、学校はまあひたすら楽しい場所だったんで、なんかその、まあ、親からも勉強しろしろって言われなかったし、うん、僕は映画描くのが得意だったから、はい、そういうのもあったし、なんかこう、うん、もうそのついていけなくていいんだよ、うん、ついていく必要ないんだよっていうのを親がこうちゃんと伝えてあげれれば、うん、
なんか楽になるんかなって気がしますね。そうですね。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。